はい、こんにちは。はい、こんにちは。横田真一チャンネルでございます。はい。まこちゃん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、今日はゴルフ場に来ておりますが、まこちゃん、今日はどこに来てますか？待って、やばい。待って、ど忘れしちゃった。TKG。あ、鳥カントリークラブ。鳥じゃない。鳥沢カントリークラブ。鳥沢じゃない。わかんないよ。鳥で。あ、鳥でカントリークラブ。違う、鳥で国際。あ、鳥で国際カントリークラブ。鳥で国際ゴルフクラブですね。ゴルフクラブですね。はい。TKG、はい、略して TKG でございます。はい。はい、ね、都内からのアクセスも良好な36ホール有する、うん、はい、はい、トーナメントコースでございます。このね、名門コースの特徴っていうのはね、この松でこう、セパレードされてるんですよね。うん、で、こう、フラットでね、こう、まあ、程よいアンジュレーションの途中ありますけれども。はい。まあ、これがね、名門コースの特徴ではあるんですけどね。はい。はい、そしてつい先日、はい、ゴルフパートナープロアーマートーナメントが開催されたコースでございます。はい。はい、こんなね、素晴らしいコースでできるのは幸せですよ。はい、ありがとうございます。はい、でですね、もっと幸せなことがありまして、はい、なんと、PGA ツアー何勝してるんだっけ？ PGA ツアー1勝。アメリカで勝ってるのよ。日本ツアー何勝してんだっけかな、はい、もうね、6勝すげえ、うん。ぐらいしてる。パパは2勝私ね、いや、それ言わないでほしい。8勝ぐらいしてる、あの、顔でいるんで。これね、あの、ツアーのね、あの、うん、ね、あの、スタートのね、ティーグラウンドで、いつも、俺嫌なのよ。あ、2勝マークしていますって言われるのが。嫌なの。よかった、新一って、あの、ツアー2勝、あれ聞いて必ず大体ギャラリーの方は、あ、横田ってツアー2勝しかしてねえんだって絶対思うからね。あ、そうなんだ。俺、でもだってツアー2勝以上してる人って100人以上いるのよ。だから、生涯獲得ランキング68位とか、そういう感じで言ってもらいたいのよ。うん、ちょっと恥ずかしいんだ。ちょっとあれね、それ言わん、そこ触れないでっていう感じなんだけど。その人に会ったアナウンスしてほしいね。あの早く呼んであげようよ。あ、そうか。それでは、日本ツアー6勝、はい、そして PG ツアーでも1勝をしております。杉澤信明。イェイというスーパーキャディーさん。ありがとうございます。来ました、来ました。僕、これ入らず終わるのかと思って。いや、でも分かります。あの、何勝とかって、ちょっと微妙ですよね。それはすごいことなんですよ。すごい、1勝もできない、はい、方が多い中で2勝もするってすごいことなんだけれども、うん、勝ったら勝ったで、なんかちょっとあれですよね。ちょっと微妙ですよね。長年いるから、長年俺ポテンヒット打ち続けてきたからさ。はいはい、そうですよね。その評価欲しいですよね。長年いるから評価。そうそう。シード権何年とか、そう。あとだって障害獲得賞金60位とか。68位かな。ってすごいですよね。だいたいね、名球会って大体70人ぐらいいるのよ。うん、あ、はいはいはい。あ、じゃあ、うん、迷宮、ゴルフ界の迷宮。そう、今68位だから。で、俺5億100万円かなんかなのね。おー。障害獲得が。聞いた今聞いた、はい。お父さん、いくらも。5億。うん、でも、税金。そう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 。税金ね。税金。うん、高額納税者半分以上税金だったからね。はい、おー。だから、そう。その他にスポンサー料とか。そうです。結構稼いだね、パパ。あんなにママにはちょっともうないがしろにされてるけどさ。すごい。そこはね、家庭の事情がね。そうそう。でも、お金持ち。お金もないし。はい、そう。で、だから、はい、迷宮会ね。そうですよ。そう、作ってもらえないかな。5億以上。2000本アンダー、200勝でしょ、はいはい、勝利数じゃなくて、そういうことですね。そう、だから2000本アンダーとか200勝って長年やってきた。うんうん、ゴルフで言ったら何試合以上予選通過みたいな、ね。ああ。それ大事かもしれない。うん、今 PGA ツアーでも、うん、その賞金とかポイントランキングだけじゃなくて、うん、その例えばプロゴルファーが SNS とかでどれぐらいこう貢献したかっていうので、うん、ランキングが出たりするんですよ。SNS の貢献そうです、そうです。だからランキング上がるよ。上がるよ。上がるよ。そう。年間どれぐらいその、なんていうか、こう、昔で言うと、例えば、まあメディアの方が決めるランキングみたいな。あれのの合いもあるんで。そんな褒め方あるの？そうそうそう。いやいや、芸能界のね、僕、うん、結構いろんな人知ってるけどさ、はいはいはい、結構偉い人が言ってたの、うん。やっぱりタレントっていうのは褒めてあげてなんぼだから、うんうんうん、あのレコード大賞とか、はいはいはい、あのアカデミー賞だとか、はいはいはい、ああいうのはあるけど、うん、ゴルフ界は乏しいよねって言ってさ、うん、褒めてくれる、そういうのをいっぱい作ってくれる。何でもいいんですよね。そう、なんとか賞とかね、うん、が作ってくれたら一番ありがたいけど、はいはいはい、
まあ、なければね、誰か、モルツ軍団じゃないけど、うん、はい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 、はい。迷宮界ゴルフみたいな。モルツ軍団とか懐かしいですね。今でもあるのかな。それね、5億円以上にしてもらえたらね、これスルッと入る。スルッと入って。そこでまた褒められて気持ちよくなる。なんなら自分で作っちゃおうかなと。5億円以上って。いや、なんとか賞と作りましょうよ。年間なんとか賞とか、前期なんとか賞ね、後期なんとか賞みたいな。そう、そうそう、ね。で、なんていうゴルフ場でしたっけ。やばい。そうそう。鳥沢、はい、ゴルフクラブ。惜しい、杉沢。杉沢。鳥が杉沢。鳥で国際。鳥で国際、はい。ゴルフクラブですよ。はい。今日何するんですか、今日は、ちょっとまだ、コース3回目、4回目か。あ、3回目です。3回目ですか、なんですけど、まあ、贅沢にも、はいはい、スーパーキャディー。ああ、なるほど。で、まこちゃんのキャディーをやったら、どうなるのかという。はいはいはい、お、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと私、ちょっと嬉しくないですか、でも。だって、2世代のキャディーできるわけじゃないですか。親子の。あ、親子ね、私もちょっとやっていただいて。何をおっしゃいます、ちょっとじゃないですよ。僕がこの業界に入れたのは横さんのおかげですから。横さんのキャディーで初めて、このゴルフ業界に呼んでもらった。だから今から思い起こしても25、6年前に横さんに一言、杉ちゃん、俺のキャディーやんないって。俺のキャディー、そう、やったら。所属コースがね、同じだったの。沼津の足高シックスアンダル。そうです。で、僕は研修生で、所属プロで、そうそう。で、杉ちゃんも辞めるって言うから、ガマゴリ帰りますって、ある時、挨拶してくれて、そう。あ、そうなの、だったら俺のキャディーやんないみたいに言ってくれて。ねえ。俺のキャディーやったらフェラーリ運転できるよって。そう当時、ね。恥ずかしい。恥ずかしいよ、ね。恥ずかしい、ね。そうなんだ。そうだった。今だったら、見逃しのね。楽しかったっすね。二人でドライブ行って。そうそう。いきなり行った東京でいきなりフォーカス、フライデーされたもんね。そう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 。チューブの前田さんとね、一番直子さんに結婚する時のさ、家から出てきたら、俺と杉ちゃん、黒い、目隠しされてさ、それが週刊誌デビュー。週刊誌デビューでね。そう、あの頃からやっぱそういう意味じゃあれですね、こうやって SNS とかで週刊誌出て、話題を生むっていう意味ではね、素晴らしいショーですよ、何の話題も生んでないけど、横田の世の字も出てない。出てない。一般人扱い。そうそう。一般人扱い。そんなこともありましたよ。ね、それからこうね、娘さんのキャディもできるわけですから、はい、これ幸せですね。本当はご無沙汰してますなんですよ。昔、はあ、まだこんなちっちゃい時に知ってて、そう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 。覚えてますよね。はい。絶対覚えてる。どこであったんだっけ？違うんですよね。ポーランドとか。ね、ポーランドってことあるの？ポーランド？ロサンゼルス。あ、ロサンゼルス。ポーランド行ったことないから。逆にポーランドが出てきた理由が知りたい。そうそうそう。ね。なので、ちょっとまあそういう意味でも、僕も感慨深いですけど、一生懸命。なんかね、まこちゃんがゴルフが、まあもっと上手くなるための、なんか、今日すぐとかじゃなくて、なんかアドバイスができたら。いいなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。いろんな歴史を、ね、思い出すんだよね。ただまた思い出しちゃってさ、アシタカの下のさ、谷底でさ、スギちゃんが血だらけになってさ、セドリックから、降りてきたっていう、ね。ちょっと事故して、車の運転してたら、谷に落ちたの。落ちて。で、その日がちょっとね、なんか染み、ゴルフ場って朝早いじゃないですか。はい、で、僕もなんか、何かしらの理由で朝早くて、朝5時ぐらいに、まあ、事故してしまったから、谷底で、誰も人来ないんですよ。それで、笑い、そうそう。もう一人横田っていうね、僕の一個上の先輩のプロがいて、そう、杉ちゃん大丈夫かつって、気をつけてなつって帰ってったっていうね。血だらけなのにね。血だらけなのに、横田、もう一人の横田さんも横田さんで出張だったんですよ。茨城に行かなきゃいけなくて、沼津から茨城に行くために朝一で、5時ぐらいに、そう、急いできて、車こう来て、うわぁ、よかった、横さんだと思って、ちょっと上まで、寮まで、歩いて、山の上に寮があるから、そこ行くまでね、歩いたらまあ30分ぐらいかかるんですよ。だから、ちょっと寮まで乗っけててもらっていいですか？あ、俺でも忙しいんだよね嘘でしょと。そう。まあちょっと生き生きとしてたから。そう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 。で、まあ、でもその優しいのは、横田さんは、もう一人の横田さんは、その後、研修生のトップの人に、リーダーに、その後電話してくれて、
ね、それでそのリーダーが今度僕を迎えに来てくれて、そしたらそのリーダーも一回通り過ぎたんですよ。そうで、バックして戻ってきたから。伊藤さん？白崎さん。あ、白崎さん。そう、白崎さんが白崎さん、ね、来てくれて、ブーンって通り過ぎて、ちょっと僕かなと思って、あれ、あーと思ったら加速して逃げたんです。嘘でしょと思って。逃げたわけじゃない。二人して先輩、いい先輩だなと思って。そしたら、でもそのリーダーがバックして戻ってきてくれて、で、どうしたかって言ったら、杉って言うから、そうですよ、ちょっと乗っけてくださいよって言ったら、本当に杉かって言うんですよ。そうですよって言うんで、何ですかって、鏡見たら血だらけだった。あ、血だらけだったの？そう。あ、そんなに血が出てたの？そう。だから、わかんなかったらしいですよ。顔がわかんないぐらい。そんな血だらけだったの？そう。それで大至急病院行こうってなって、その、病院？そう、白崎さんの車、救急車呼ぶのも危ないって言って、で、そのまま白崎さんの車に乗って、うん、で、まだ朝5時、6時空いてないじゃないですか。そしたらやっぱり明日かのメンバーのお医者さんのとこに。うんうんうん、杉山先生。そう、うんうん、そう、まだ明日かの杉山先生だ。何かあったら杉山先生だ。先生だ。元気ですかね、杉山先生。ね、で、そう、杉山先生のとこに行って、うん、で、すぐ縫ってくれて、うんうん、もう、そう、あのね。あ、そう、それ縫ったのは見たね、俺も。そうそうそう。うん、で、縫って、そう。いろいろ思い出す。いろいろ変わってたのだ。そうね、俺もこれやっと見る思い出したら、犬に噛まれたことがあって。シェパードに噛まれたのよ。シェパードってわかる？あの、そう、警察犬にさ、あの、いるじゃない、はい、あの、あれがシェパードなんだけど、あの、横さんの知り合いのね、その別荘地に、あの、ある試合の時、みんなで泊まったんですよね。そう。そうそうそう。みんなで泊まって、で夜はカラオケ部屋もあったりするから、ちょっとカラオケやろうぜ、みたいな感じで、他のプロゴルファー5人ぐらいでしたっけ、うん、で、5人いて、キャディも5人いても泊まれるぐらいの別荘地なの、うん。で、そこに泊まって、そしたらそのシェパードがいて、こうやって座ってたのね。うん、で、その家のもうマスコット、もうワンちゃんだから、うん、あの、その別荘の管理の人も、うん、絶対に噛まないから大丈夫。中国人嘘つかない。この子絶対噛まないから大丈夫って言って、みんなも本当にわーってやったりしても本当に噛まない。こうすごいなんか懐っこいワンちゃんで、シェパードなんだけど可愛いみたいな。うん、なんかその、どっちかってシェパード猛犬ってかっこいいってイメージなんだけど。警察犬だ。警察犬だ。だけど可愛いみたいな感じで、みんなこうわーってやったりとかしてて、やってて、あ、そう、僕、ちょっと犬が苦手なんだけど、あ、そんなに可愛いんだと思って、こうやって見ててたら、誰だったの？横さんか、久保屋さんか、どっちかが、おっきいから、これ、ワンちゃん立たせたら何センチぐらいあんの？みたいな。あ、そうなの？そう。話になったんですよ。うん、で、まあ、2メーターはないけど、俺、背後から、こう、こうやってやったら噛まれたのかと思った。そう。立たせようと思った。立たせようと思ったんですよ。こうやってワッてやったら何センチぐらいワンちゃんあるのみたいな。怖いでしょ？で、僕もみんなそれ、その時でみんなが、見てみようよって言うから、じゃあ僕、なんか僕がやる雰囲気になったから、ちょっとそんなに得意じゃないワンちゃんなんだけど、よし、じゃあ行くよって言って、こうやってやった瞬間に、このワンちゃんが、こうやって、こう、さっきもこう座って、あ、みんなニコニコしてたのが、僕が後ろから来た瞬間、はっみたいな顔したんですよ。ワンちゃんが。えって、その瞬間。僕はもう、これやろうとしたのかな、わかんない。やろうとしたら、その瞬間、本当に2秒で5箇所噛まれたんです。あ、じゃあ、上げる前に。上げる前です。もうこういうもなんか企んでたっていうのがもうわかんない。バレバレちゃって、触れるか触れないかぐらいの時に、ブラーって噛み、最後ここ噛まれて、あの、テレビで見たことあると思うんだけど、訓練とかで、座布団こうやってやって、うん、噛んでこうやって離さないってある。ここ顔噛まれたじゃん。顔噛まれた。最初ここ、で最後、俺もここ今のこれは後で、これ牙の後。うわ、本当だ。そう。で、やって、最後こう、でやってって。で2秒、ほんと、わらって終わって、ね。一瞬で終わって。みんなも、えって感じで。でも逃げる隙もないし。そう。そしたら一瞬で、血だらけ。血だらけの話ばっかりだけど。いや怖いのよ、だから。そう。そう。そういや、でもそんなこともありましたね。いや、もう、これで一本の動画、ね。もうこれね、とりあえず。ここからずれちゃって、これ一本できちゃったんですよね、動画が。思い出話になって。でもそれぐらい、これ、本当これ、序の口。
ぐらいお父さんにはお世話になってる、ね。もう思い出がね、思い出深いのよ。そうそうそう、昔から30年代の中で。そうそうそう。もう企画ブレちゃうから、うん、もうこれは一本にしますので。はい、そうということでね、はい、次回は、あの、次回ラウンド行きましょうよ。スーパー、そうそうそう。次回よ。そうそう。まあ、何も言ってないけど。そう、いやでもほら、ポーランド。あ、ポーランド。はい。ポーランドでお会いした、スギちゃんと。で、次回はね、ちょっと一緒にラウンドして、はい、行きましょう。じゃあ、はい、じゃあ、はい、はい、はい。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしております。はい、はい、よろしくお願いします。はい、